おだすこんちこんぼんポテトで今日でぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、フィジカル上げれば空中戦強くなるよね、やっていきたいなと思います。まあムキムキ検証ですね、シンプルなところになっていきます。まあフィジカルだけが違う状況でですね、まあ差が出るのかって感じですね。まあジャンプとか今までやってきたんで、今回フィジカルにフューチューしてやっていきたいなと思います。検証方法ですね、検証方法は今までのものと同じような形になっていきます。コーナーキックですね、攻撃参加1にキッカーを置いてディフェンシブにしてニアにいないようにした状態でパス入力でクロスを上げていきます。ちゃんと競り合いができたものだけですね、ゴールキーパーとかパスがねニアに入っちゃったやつとか以外で測定をしてきましたよという感じです。で今回も各40本程度ずつですねやってきましたよと。使っていく選手はこの2人になります。サクセス選手とマルセロ選手になっていきます。身長もね同じになっていきます。フィジカル以外はねほぼ同じですよ。すごいですねこれもね。で念のため効果があるかまだわかんないんですけど、オフェンスセンスと瞬発、ここもね一緒に合わせてきてますよという形になっていきます。もちろんですねエアバトルとヘッダーはついていませんよという形で、この2人で比べていきたいなと思います。まずはですねマルセロ選手、フィジカル71ですねから見ていきましょう。182cm で、まあ、ジャンプ80なんで、それなりにかなと思ったんですが、はい、見ていただきました。まあ、案外良かったのかどうなんだろうな。思ったよりって感じですけど、まあ、ただね、それ負けるんだ、みたいなのも、まあ、正直、あったかなって感じでした。一応、結果こんな感じ。はい。まあ、半分は勝ってるけど、っていう感じにはなりましたね。では、これがですね、フィジカルが上がると、変わっていくのか、身長同じですからね、ジャンプとかも全部同じですので、ここで見ていきましょう。はい、サクセス選手ですね。まあフィジカル92なんでね、かなりフィジカルは強いと思うんですけど、あーまあでも、あーはい、見ていただきました。まあさっきに比べると負けみたいなのはかなり少なかったかな、極端になかったかなっていう印象ですかね。はい、というところでちょっと結果を見てみましょう。こうなりました。はい、ね案外ね勝ち変わらずという形になりましたね。で逆に言えば引き分けとディフェンス、ここでねまあディフェンス、まあ負けですねが、ここで差が出たという感じですね。で負けたものを引き分けにしていったっていう感じなのかな、ここ見るとね。はい、一応ね比べていくとこんな感じ、こんな感じでですねニアのこのボールなんですけど、まあこうやってクリア、相手にねクリアされちゃうところなんですけど、これがサクセス選手フィジカル92になるとですね、ここでね、ちょっと引き分けとかにね、こう持っていくみたいな感じですね。ちょっと比べるとこんな感じ。結構似てるシーンだと思うんですけど、ここね、この最後のちょっとした違いみたいなところは、もしかしたら出てるのかなっていう感じかな。ゴリ押す感じかな。あとね、もう一個、マルセロ選手71、フィジカル71の負けたシーン持ってきたんですけど、こんな感じね、わかるかな、この、もう完全敗北なんですよね。何もできてない感じで負けてるんですよ。こっちが競り遅れてるとかじゃなくて、完全敗北って感じなんですね。それとあともう一個気になったのがあって、これなんですけど、こういうの。これ。これね、競る前にね、ちょっとずらされてるんですね、位置を。相手に押されて。結果的にね、まあ相手もずれてんだけど、競り合いができないという感じですね。これ71の方は何とかあったんですね、マルセロの方は。で、もちろん、92のサクセスの方にはなかったって感じですね。ただ違いはあるといえどですね、やっぱ勝ちが一緒なのはちょっと気になっちゃうなと思って、敵ね、これクウェート代表なんですけど、まあ、敵がまあ空中戦弱すぎた説みたいな部分も、ここで、ね、差が出なかったんじゃないかなというところでちょっとやってきました。相手をね、レアルマドリードにしてみました。どうなるかって感じ、一気に見ていきたいなと思います。まあ、相手がですね、カルバハルとかリュディガーとかになるのかな。あとアラバもあったか。はいはいはい。はい、一気に見ていきますね。92のサクセス選手になっていきます。はい、見ていただきました。結果見ていきましょう。こうなりました。はい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 。ということで、
まあ、さっきよりは分かりやすくデータかな、そんな感じがしますかね。でね、特にここのね、サクセス選手のここ、これね、対リュディガーですね。リュディガー以外には負けなかったかな。で、こっちのマルセロの方はリュディガー以外にも負けてたって感じで、なんならリュディガー 100% 負けてたなって感じでしたね。で、ちょっとそのシーン持ってきたんですけど、このね、サクセスの方、フィジカル92のはね、リュディガーに引き分けもあったんですね。マルセロのこの勝ちは、ほぼカルバハルですね。でも2分の1ぐらいかな、 50% ぐらい勝ってたかな。で、こっちのカルバハルは3回に2回ぐらい勝てていて、もちろんカルバハル以外にも勝ってましたかね。アラバとかカマビンガイとかにも勝ってたかなって感じでした。で、あとね、ちょっと比べていくんですけど、まあ、ちょっと同じようなシーン持ってきました。ここね、こうやってこう、はい、こうやってマルセロが引き分けになったシーンですね。これと同じようなとこでサクセスのこの勝ったシーンなんですけど、結構ね、比べると面白くて、見てください。ここね、カルバハルをね、抑え込んでるんですね。どっちもこうやってね、両手で抑え込んでるんですね。なんですけど、この後見ていくと、こっちはね、先にカルバハルにジャンプさせてるんですね。で、結果的にですね、相打ち。で、逆に言えば、こっちの方は完全勝利と。ギリギリまでカルバハルにジャンプさせなかったって感じになってました。はい、まあ、たまたまかもしんないんですけど、こういった違いがあったよというところで、今日は結論です。フィジカルは空中戦前の位置取りで大きく効果を発揮するとします。はい、いろいろ見ていただきました。まあ、もちろんですね、フィジカルが空中でも効果はあるとは思うんですけど、その前のポジション争いでね、大きく影響がね、出てそうだなっていう感じがしたので、そういう結論にいたしました。で、で、逆に言えばですね、ポジションさえ、位置取りさえ取れちゃえばですね、身長低くても勝てちゃうなっていうのも事実だったかなと思いました。まあ、なのでよくあるのが、この低身長のフォワードがね、よくヘディング決めたりとかするとかも、まあこういうところなのかなとは思いましたね。でね、あとやっぱり相性、これめちゃめちゃ大事だなと思いました。今回で言うとリュディガーね、これね、全然勝てなかったですね。あの、92の時は、まあギリ引き分けもあったかなっていう感じで。でもほとんど勝てなかったなって感じでしたね。はい、まあなので本当に相性できることならマンマークしたいですね。守備の時とかもそうなんですけど、相手がね、リャンコレルでこっちのバリオスとかと戦ったら絶対勝てないからね。っていう意味で、まあ、セットプレーとかだけでもね、こう設定できるといいんですけどね。はい、であとはフィジカルどれぐらい必要かって話なんですけど、まあ、以前ね、フィジカルのドリブルの検証もちょっとしたんですけど、まあ、こういったこの結果とかも考えたり、あとは今回のマルセロ、フィジカル71でも意外に勝ってる部分とか、そういったところも見ていくとですね、どんなに最低でも空中戦に戦いたいなら75はやっぱ欲しいな。まあ、もちろん80とかあったら越したことはないんですけどね。逆にフィジカルがない場合は、あの、早めのアーリークロスとかインパクトクロスとか、その辺はね、対応していくとかは考えるといいかもしれないなと思いました。はい、というところで、この辺はですね、参考にしてみていただいて、今回の動画は参考になったな、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は最後雑談をして終わりたいなと思います。はい、ということでね、ここから雑談になっていきます。いや、まあまあ、フィジカルのね、検証云々っていうか、まあ同じシチュエーションでの見比べが結構面白かったかな。意外にね、差があったりとかしたのでね。でね、あとね、これあんま言わなかったんですけど、今回ね、ポジションの配置によってもね、マークされやすい人って変わったんですよ。あの、同じセンターフォワードでも右側に置くとか左側に置くとかによってね、カルバハルがついてくるとか、カマビンガがついてきやすいとかね、ちょっと遊びでやった部分なんで、今回の検証結果には全然影響してないとこなんですけど、ちょっとその辺もね、またなんか分かったら動画にしていきたいなと思います。さっきね、セットプレーの話もしたんですけど、新要素の予想とかもしてみたいですね。今後こういうスキルがとかね、こういう仕様がみたいなね、そういう妄想って結構面白いじゃんだから皆さんもね、なんか思う願望とかあったら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。皆さん、この結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回空中戦についてやってきました。まあ、フィジカルの影響っていうのもね、ちょっとずつ見えてきたので、それも良かったですね。また今後もね、いろいろ検証やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。